はい、こんばんは。尼崎のね、通称長内。そうだね。今日が週の一発目、月曜日。というところで、ね。ね言うたらかんとか、ね言うてとか、ああ言うてとか、かあ言うてとか、あると思うんですが、まあまあまあ、思い通りに行きましょう。ね。というところで、忘れた。今日はね、無事にお勤め終えてまいりました。皆さんもどうでしょうか。無事にお勤め、学校終えたかな。いうところでね、これがもう蒸し暑かったけれども夕方雨ね、夕方が何時ぐらい2時3時、とか雷になってね、おそらく雨強的にはこれは梅雨明けという形でね、近畿地方の梅雨明けという形にしとこうかなと。それこそ昭和の時代はね、もう梅雨明け言うたらもう雷でね、雷ガラガラガラ言って、ああ夏が来たと。もう最近ここ数年はもうそれも関係ない場合でね、いわゆるそのゲリラ雨か、危険な状態を云々っていうところでね、なかなかその可愛らしい夕立とかそっち系ではございませんでね、なかなかこの一旦来ると明るかったらいきなり真っ黒になったりなんかしたりなんかしましてね、危ない状態。すぐ避難勧告が出たりなんかしたりなんかしましてね、十分に雨にも気をつけていただきたいかなと。これね、そしてその雨粒、肩こりがね、万年肩こりなんでございますが、何よりも、肩甲骨剥がしいうのあれ YouTube でね見て、昨日ぐらいから手遅れですがやってございますがね、ちょっともう片頭痛の原因も分かったし、そして肩こりのね YouTube 見てたらね、肩こりになる人の原因が分かった。猫背やで、犬を飼って猫背、そんなんあるねえ、犬背やったら分かるけどね、猫背、猫背か、まあまあそのあたりで、まあ、べしゃりもほどほどね、今日初めて、猫背、いや猫背ちゃん、アマツヨチャンネルね、ご覧に、偶然にもこうなってくださった方につきましてはね、肩こりのチャンネルではございません、ね、万年肩こりではございますけどもね、でマッサージ機やりすぎてもう何やろ、肩こりはもちろんあるんですが、それ以上にそのこの背中とか肩の方が痛くなったりなんかしたりなんかしましたね、これどうなるのかな、ね、そっちの痛みで肩こり忘れるっていうそういう形かなとか、そのあたりでね、まあ皆さんも肩こりには十分気をつけてください。猫背にならないようにこう胸を張って、ね、息はしてくださいよ。胸張ってて息止めたらね大変なことになりますからね。お願いします。今日千春さんで、ね、声が出ません、ね、これやりたくなっただけのことでね、いきます。あたいちっとも美人じゃない、腹を低い方、どちらかと言えばブス、あたいちっとも美人じゃない、スタイルも悪い方、どちらかと言えばブス、だけどあたいの彼は背が高く足がとても長くハンサムで、だからとてもとても心配なんです。
赤い彼と歩いてると少し早足でちょろちょろついてゆくわ。赤い彼と歩いてると通り過ぎる人クスクス笑ってゆくわ。だけど赤いの彼は優しくていつも赤いの腕を引っ張って、だからとてもとっても幸せなんです。あたいちっとも美人じゃない、鼻も低い方、どちらかと言えばあたい料理洗濯掃除ちょっと苦手です、どちらかと言えばダメ。だけどあたい彼のダメならばどんなこともできる、してみせる。だって彼が大好きなんです。はい、よいしょ、あたいね。おわけはございません。これ一万役やから、おわけないよ、ね。裏にこれあるけど、これ沢田研二さん、ジュリー、あなたに今夜はワインを振りかけて、ほら、裏にこれ来てるから、これあのカラオケでね、やりたいな、やった記憶がないんでね、35年、カラオケ生活。これカラオケで背中やな思いながらこれ映したんやけど、これちょっとやったことならできるわまだね。まあまあまあ分かれんな、じゃあなこうか。ああそのキーがどうなのか分からないので、ね、カラオケとまだ違いませんか。カラオケも結構ジュリ高いんですよね、音はね。あー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 あなたに今夜はこんなのワインを振りかけ、心まで酔わせたい、あなたをこんな、何か悪いことでもしているかをして愛してはいけない、僕も胸に抱かれて夢見るときには何もかも忘れて、ワイプライはしゃいでくれよ、
酒も少し飲んでみたっていいさ、あなたがそれで恐れを捨てて愛の言葉を言えるのならば、あなたに今夜はワインを振りかけ、心まで酔わせたい、あなたを。ほんまかいね。まあ、やってみてもよかったんかなみたいなね。まあ、これからね、こんなね、15万ですから、おてても今日ね、今ちょっと痛がってきたけどね、やんまいはましちゃった。ね、いうところで、まあ、俺の、ビートございましてね、またこれ、ほら、そのうちね、パチパチとやるか、カラオケでね、家にこのは、ジュリーはないんでね、まあ、どっか、繰り出していってとか、いう形でね、ぜひ、一発いってみたいなと。ということで、今夜はここまで。大喜利、ありがとうございました。負けですよ、8時の40の7分かな。というところで、レオは、この、リーちゃんも、この、してますね。散歩もバッチリ行ってございましてね。OK、牧場で。大喜利、ありがとうございました。明日もよろしく。バイバイ。ロクロロ。暑いけど、頑張っていこう。よろしく。